はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。こんばんは。これが今日のね、え最後の配信になると思いますえ。昨日はね、ちょっとあの、朗読を割愛させていただきました。実はね、めちゃくちゃ噛むんですよ。はい。えー、なんか滑舌がよろしくなくて、今日もちょっと滑舌が悪いんですけど、 えー、ちょっと割愛させていただきました。申し訳ございませんでした。楽しみにしている方。はい、えー、今日ちょっとあ、また具合を見て、えー、なんかあまり噛むようだったらあげません。はい、すいません。えー、これがね、今日のちょっと最後の配信になると思うんですけど、はい。えー、実は朝にね、 朝のニュースの配信の時に言おうと思ってて忘れてしまったことがあったんですよ。これをちょっと取り上げようと思ってました。何がかというと、今になって、今になって、アウト政府が、アウト政府が、あ、藤子ちゃんですね。藤子ちゃんが、あ、怒った時、はい、火を吹いちゃった時ですね、怒り狂って。 その時の対応を今から対策室を作って考えるというこ、協議するということでございます。これ朝のニュースの配信に載ってるんで、同じニュース配信を貼っておきます。呆きれませんか今頃ですよ。 まあ一応2年前からそういう競技はちょっとはされてたみたいなんですけど、どうやら本気になりだしたようです。本気に。本気になって対応を考えるということになるようです。で、えー、一応言っておきますね。えー、まあ、藤子ちゃんですね。藤子ちゃんが、 お怒り狂って、怒り爆発ってしちゃったときに、えー、東京都、東京都まで、えー、灰ですね。灰が降ってくるのが、だいたい3時間後だそうです。この3時間が勝負です。はい。藤子ちゃんが怒り狂って、ばく、怒りが爆発してしまった時ね。 はい。藤子ちゃんが怒り狂って、怒りを爆発しちゃった時に、この灰がね、はい。怒りの灰が、東京に降ってくるまで3時間かかるそうです。資産では。この3時間が決め手でございます。はい。3時間。はい。灰が降ってくるまで3時間でございます。 爆発したというニュースを、まあ怒りがね、藤子ちゃんの怒りが爆発っていうニュースを聞いたら、この3時間が勝負です。はい。急いで、急いで、はい。身の回りのもの、もう詰まってますよね。はい。そういうもの、プラス、まあ、ペットちゃんがいるんだったらペットちゃんで、 えさっさと遠いところに、スタコラ、さっさしましょう。さっさと遠いところに、はい。なるべく、はい。なるべくね、はいえ。こうした影響のないところに、まだこの時は電車もバスも動いていると思われます。車も多分動かせます。灰がどんどんね、降ってきて、 積もったら、もうダメです。はい。出られません。まあ、こういう計画ですね。いわゆる、どうやって逃がすかっていうね、その計画もこれから考えるそうです。はい。えー かかりりになますでしょうかねこの国のやってるこののこのごてごて感、ごてごて感でございますよ。本当に後から後からっていう感じですよね。多分ね、もう本当に差し迫ってきたんでしょうね、これが。なんで本気でやらんとまずくなってきたぞっていうことで、えー、もう前々から準備しとけばいいものを今頃になって騒ぎ出しているということでございます。 はい。人間ね、眉毛に、眉毛にね、火の粉がかからないと火事になってることがわからない人がすごく多いってことですね。はい。眉毛に火の粉がかからないと火事になっているということがわからないっていう人が多いんですよ。上から下まで。 えまあそういうことです。この降ってくる3時間、プラス、まあ動いてる、動いてますからね、まだね。降ってきてある程度積もるまでは、まあちょっと動くんじゃ、動いてるんじゃないんでしょうかね。でもまあ降ってくるまでに3時間ですから。はい。えー、まあ結構ね、3時間あれば、まあ特急とかね、そういうのに乗ってね、かなり遠くまで行けると思いますよ。はい。ね。 わかりますよね。まあそういうことなんで、えー、まあ、準備しといてください。多分ね、あのー、てん、あの、まあ、やんごとなき方たちですね。やんごとなき方たちが今いませんけど、その間になるってことはないと思います。私、今回は。これ、私のまあ個人的憶測なんですけど、えー、なぜこういうことを言うかというとね、えー、彼ら、大事な一人娘を置いてってますから。 はい。大事な一人娘は、ああ、まだね、いるんで、はい。なんでね、今回は大丈夫だと思います。はい。えー、大きなぐらぐらとかね、藤子ちゃんの怒り爆発とかね、そこら辺大丈夫だと思っております。はい。今回は。えー、どうしてかっていうと、やんごとなき方がね、大事な大事な、ああ、お嬢ちゃんをね、連れてってないんですよ。 なんで、ここら辺まあ大丈夫かなとは今思ってます。はい。まあでもね、あの、統計的に見ると夏に起こることは少ないんですよ。統計的に見るとね。えー、夏に起こるということが、この大きなゆらゆらーとかね、あと、怒り爆発っていうのは、夏じゃなくてだいたい冬、秋から冬にかけてなんで、えー、今回はね、まあないと思います。私。はい。 今回ね、まあ、やんごとなき方が出かけている間、あるということは多分、まあ、ないんじゃないかなと思います。はい。えー、なんでね、皆さん、あのー、まあ、ここら辺はね、ちょっと、私の、これはただのね、えー、判断なんで、危ないと思われる方はね、やっぱり準備しといた方がよろしいと思いますよ。はい。えー、でも、今頃になってですよ。今頃になって。 このゴテゴテ感、すごいですよね。はい。えー、ちょっとこれすっごいずっと気になってたニュースなんですけど、今日朝喋るの忘れちゃったんですね。<laughs> すいませんね。なんか喋るの忘れちゃって。もう、いいや、夕方でということで、夕方に配信することにしました。えー、まあ、そういうことでございます。 えー、まあ、日本もね、まあ、いろいろ、富士山もね、神の山なんで、神様が、ね、やってるんですよ。バッチーを当ててるんですよ。本当にね、我々、あの、自然と共存していかなくてはいけません。そういう心を持った人が、これから、新しい時代にね、生き残っていける人たちだと思っております。はい。えー、そういうことです。 みんな、皆さんね、本当に、あのー、優しい心を持ちね、えー、自然と共存していきましょう。よろしくお願いいたします。今日も一日ね、えー、配信に付き合ってくださり、心からかし感謝、感謝でございます。そしてね、また明日も元気な皆さんのね、お顔を見られるのを楽しみにしています。心からね、えー、ぜひ皆さんと明日もお会いできたらと思います。ね。 それでは、あまた、ごきげんよう。今日も一日、本当にありがとうございました。沖縄おばばでした。えー、これね、結構小さいんですけど、こういったあキットが、はい、売っています。これ、プランター、中にちゃんと土も入ってて、えー、受け皿もこ、ここにね、この蓋が受け皿になるんですよ。で、ちゃんと育、育ちます。はい。 えー、ガーデンレタスミックスなんていうのもあるんでね。こういうのをね、ちょっと置いとくと、何かの時に役立ちますね。はい。えー、そんなこんなでね、今日はこれのご紹介。はい。こちらがだいたい1ヶ月で育ちます。はい。こちらはだいたい2ヶ月で育ちます。ということでね。はい。えー、それでは、あ皆さん、一日ありがとうございました。また明日。 ごきげんよう、沖縄おばばでございました。